お、いいね。チャプター1、群れの裏切り者。いいな、このカットイン。前も煙っぽかったもんな、確かに。おー、伊勢崎ロード。はいはい、中華街。いいね。横浜伊勢崎偉人町。いや、ごとくセブン思い出すな。横浜99か。99か。つくもって役やってたもんな、キムタク、昔ドラマで。中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって。はい。多分な。つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど。探索する？ちょっと歩いてみようか。おお、探索しよう、探索しよう。初めての街だし。ほんまそれ。悪くねえ考えだな。俺は初めてちゃうけど。で、12月って言ってたよな、よう考えたら。かっこ寒ない ?OK? 横浜99階向かう。どこにあんねや。あ、これ最初から、マップ広がってんね。セブンの時は、あれやね。行ったとこが、どんどん、もやが晴れるみたいな感じで、あれやってんけど、今回全部広がってんな。変わったとこなさそうでも。うん、スナック街な、懐かしい。で、ここホームレスの溜まり場やねんな、ここ、この辺。あ、もうサブストーリーとかも出てんな。オッケーオッケー、じゃあとりあえず、あーはいはい、ウェルカム薬局、そうなったっけ。あれかな、伊勢崎ロードやから。はいはいはい、大通りとかやな。ここまで行こう。いや、いいね、伊勢崎ロード。いや、懐かしいわ。いや、思い出に浸れるな。お、なんやムービー、まだついてへんけど。よー、ちょっと待て、タボ。なんや、んあれ見てみろ。あ、なになになに、顔長。何撮影してんだ、やめなさい。なんだよ。おい、ギャルを。別にいいじゃん。メンズエッグ出てそうやな。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかく要請。だからなんだよ。生きてんな。理由は？俺らの自由っしょ。なんやこいつ。うわ。おい。むやみな暴力。倒したろ。お前が今倒したよな。いや、風だって。風で倒れたんだよ。おるおる、こういうやつ。風。あ、ギャル。今ビューって吹いたよ。うわ、細っ。だから取るなって。ほんで、女の子一人かい。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。観光気分も台無しだ。お仕置きする？じゃ、考えてることは一緒かい。おお。確かめてみる。正義感強いな。いや、また言いがかりっすか。おう、あんたおかしいっておっさん。お前らな。出ましたね、お前、お前ら。なんやねそれが。そっちこそ何様なんすか。店の前でタムロされちゃ邪魔だって。なあ、そう言っただけだろ。ほんまそれ。他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。カット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい。いいね。そうだよ、カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった。ドーン。キャッタ、今あいつ榊よ。榊。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。キムタク節やな。返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。せやな、順番逆やわ。なんなん、極戦の再放送でも見た。マジで舐めやがって。お、やるんか。避けてんじゃねえぞ、学生のくせに。やる気満々やな、不良学生たち。まあまあサクッと。あ、来た。バトルスタイル流れ。はい、これちょっと新しいあれやねんな。受け流し、敵の攻撃が当たる直前に L1、 あ、ガードボタンね。はい、全方向からの攻撃対地ガード可能。あー、いいね。敵が持つ武器を解除します。ただし画面下に体力ゲージが表示されるような強敵には効きません。敵を丸で掴み、もう一度丸、さらにタイミングよく丸。めっちゃ押させるやん。 EX サレンダー、恐れている敵に対して即座に戦闘不能にする EX アクション。おー、めっちゃおもろい。でも来な。 OKOK、 なんかめっちゃ溜まったけど。攻撃ガード、あ、これ L1 でガードか。はい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 。おー、いいね、合気道みたい。L1 で、え、ガードしたの今。恐れ状態の時に三角。ちょ、あー、ちょっと待って、もう一回、
もう一回来て、もう一回来て、もう一回来て、あ、来いってお前で、恐れ状態になるやろ。あ、なれへん。はい、恐れ状態。あ、いけた。チュートリアルクリアしたけど、これめっちゃ強いかもしらん。これえ、めっちゃいい。はいはいはい、はい、よいしょ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 。流れるように。え、これ強いかもな。一戦より強いかも、対複数やったら。ダメだ。つえ、くそ。そらそうやろ、お前らガキやねんから。家帰って極戦見とけよ。う、お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがってな。なあ、合気道か。そんないいもんじゃないよ、ただの我流。我流けど、ガキ相手にはちょうどいいだろ。我流にしちゃできすぎやろ。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。 ありがとうございました。本当に助かりました。気ぃつけや。いや、いいことしたな。さっきのは清涼って高校の学生たちですよ。清涼、一応進学校なんだけど、はい、程度が低いっていうか子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。ああ、確かに。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。おう、ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか。ハンピンリューマン、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。調査出てくるんじゃん。相手を選んで生きがってるわけですか。なるほどね。自分たちより弱そうな相手にね。今風やな。これで少しは薬になったか。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。何が。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃないんですか。よう分かったな。まあな、こっちでちょいと一仕事する予定だ。あ、宣伝しよう宣伝しよう。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか。いや、あ、すみません、聞いたことないですね。あ、聞いたことないんか。いいんです。じゃ、俺らはそろそろ。そうですか。あ、よかったらこれ受け取ってください。お、なんや。ほんのお気持ちです。ありがとう。リストバンド、なんでお前がリストバンド持ってんねん。嬉しいけど。あ、防具とかあんねや。これ初めてちゃうかな。さあ、じゃあ横浜99か向かうか。あ、ここやな。横浜99か書いてるわ。2階か。オッケー。どっから入んの。どっから入ります。あ、ここか。秘密厳守、相談無料。横浜99か。あれが杉浦たちのヤサだな。ヤサ、へえ、案外しっかりしてるな。確かに。てか、つくもし、あのネカフェから外出たんか。珍しいな。なんか成長してんな、つくもしも。オッケー、じゃあ行こう。お、うわ、すげえ、モニター9枚。めっちゃ広いやん。いやー、どうもご無沙汰でした、矢上氏。つくも氏、はい、横浜99か所長。あ、所長なんや。一応つくも誠一。いらっしゃい、お二人さん元気だった。杉浦君、この野郎、連絡もよこさないでいつの間にこんな事務所。避けた。さすがやな、身のこなしは完璧や。シャラクセイ、シャラクセイ。さすが元泥棒、前より腕上げた。お前それ泥棒じゃなくて窃盗団ね。ああ、同じだろ。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強きをくじいて弱きを助ける、義賊的なやつだよ。まあ、それもずっと前に足洗ったわけだけど。そやな。はい、つくも、横浜99課調査員杉浦文也。イケメンよな。いい事務所だな、少しうちに似てる。いや、思ったそれ。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから、憧れの先輩ですよ。言うね。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだブリーフィングって。状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。あ、もう IT 系や、うざい。アジェンダ、議題のことね。うちの所長、
意識高い系の会社を参考にしたんだよ、ね、なあ、あるあるよな。優しい目で付き合ってあげて。優しいやいいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。つくも氏のメガネおもろいよな。 VR メガネみたいでなんか机も似てんな、ソファーも。というわけで矢上氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。はい、どうでしょう、なんとなくお分かりになりますかな。探偵業に増えてる仕事、まず来ない案件だと思うね。なんやろな、横浜ならではってことか。ほう、わかった。じゃあもうあれしかねえ、中華街を仕切ってる連中の島争いだだろ。なんで探偵業やねん。それが、あ、そういやこの辺ハンピン・リューマンってギャングがいるんだって。ハンピン・リューマンね。そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。あ、ありません、ないや。我が社で増えている依頼というのはいじめについての調査報告。ああ、いじめ。いじめか。さっきのやつらちゃん、うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、お、加害者を特定してほしいといったものですな。なるほどね。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。陰湿な土地やな。子供っていくつぐらいの。一番多いのは中学生です。中学生。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。おお、あ、そう。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。はいはいはい。それでいじめが起きやすくなります。思春期やな。思春期ってやつが大きいやな。ただ今のは男子限定の話なんだろう。女子にだっていじめはあるよな。ああ、確かにな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。おお。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、はい、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。勉強になります。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね、太古の昔オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。何の話やねん。おお、ホモサピエンス。出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。顔怖。オキシトシンがその支え合いを促したのです。はい。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょう。歴史の授業始まったな。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。はいはいはい。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの。お、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。働かざる者食うべからずやな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。はい。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。まあ確かにな。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。うん。つまりそれが私たちの祖先です。せやな。じゃあいじめはその時の名残ってこと。本能に組み込まれてる的な。ああそうなんや。全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。ああ確かに。空気の読めないものを KY、 フル反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。ああそうやな。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。まあ厳しいけどな、それが現実よ。どうした。おお、この辺全部いじめ関連の資料か。いじめの起きない学校文化、いじめの学術的考察、いじめの歴史と傾向、大人にもあるいじめ。めっちゃ本あるやん、同じようなタイトル。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。ああ、僕は体張る担当のもんで。なるほど。チラッと作業着見えたな。本でこの量を片っ端から読んでるってことは、それだけいじめ絡みの依頼が多いのか。なるほどね。学校職場に蔓延するいじめ、どうよ、みんないじめとか起きてる周りに。あかんで。ではついでながらもう一つ面白い話があります。なんや。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。制裁。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。
理系かお前。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。セックスって普通に言うなお前、つくもしその顔で。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。特に思春期はな。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。あ、さっきのあれじゃん。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただしなるべく波風を立てないように。はい。その学校の規模は1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。ああ、まあ普通やな。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。まあ2人はな。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定。はいはいはい。でその時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね。いいよ。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。着替えた方がええで回答する。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから。いいね。教員楼って店に現地集合でお願い。教員楼、わかった。お気遣いどう。初めて聞くな。セブンでは出てなかった。さあ、あー夜やな、すっかり。まあここが横浜のアジトか。目の前パチやで。とんでもない立地やな。オッケー。じゃあ教員楼へ向かうやけど、結構いろいろ回れるってことやな。さあ、ハローワーク。ハローワーク懐かしいな。ちょっとここの辺行ってみる。え、なんか小野寺商店ってなってるやん、公園。あのホームレスのたまりはな。ちょ、行ってみようか。あそのまんま。めちゃめちゃそのまんまやん。なんもゴミの位置とかもそのまんまちゃうか。でホームレスおるね。村長おらんのか。村長、お前村長か。あ、ちゃうな、若いわまだ。あ、なんや、買い物できる。いらっしゃいませ。小野寺よ。お兄ちゃん、面白い話を聞かせてくれたらいいもん譲ってやるよ。ああ、なるほどね。あーはーはーはー、交換してくれるわけね、アイテムと。ありがとうございました。はいはい。あ、猫ちゃんもおるね。いや、ここ春日のな、最初のな部屋なんよな。難波と難波さんおったりせえへんかな。いやー、ここでそういえば拷問したよな。何やったっけ、ブリーチジャパンや。ブリーチジャパンのリーダーちゃうわ。まあリーダーかなんか、みんなでな、ここで。いや懐かしい。で半純期が仲間だったんよ。うわ、ちょっとみんな出てきてほしいな、こっちにも。まあ前作のジャッジアイズではキリュウちゃんとか出てこへんかったから、まあ多分出てこやんとは思うけど、まあ、チョウさんとかそっち系は出てきてもいいよな。はい、じゃあ中華街。ちょっとセブンとの違いもいろいろ見ていきたいけど、とりあえずちょっとストーリー進めようか、ある程度。あ、ちょうどやな、教員楼。あったぜ、タボ。教員楼、ここだ。ええとこさやな。電話、誰や。そろそろ着きましたかな、八神氏。つくもし、我々はもう着いていますか。ああ、今店の前。わかりました。では受付でクモの連れだと言ってください。オッケー。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。確かにな。俺らももううかうかしてらんないね。つくも氏なんや、彼女でもできたか。つくも氏はモテるからな、意外と。そういう話もあったからな。で、今回フェイスタイムないねんな、電話で。あれ好きやったのに、結構。うわ、めちゃめちゃええとこそう。さあさあ。こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。いかにも理事長や。神室町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂はかねがね。落ち着いてる声。私は奥田と申します。私立清涼高校の理事長をしております。高校か、清涼高校。さっきのやつだよな。私立清涼高校理事長奥田雄三。理事長顔やな。なあ、清涼高校ってさっき店員煽ってたガキどもの。せやな。多分そうだね。極戦憧れ学生な。何か今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。
7、8人で取り囲みながら蹴ってもうたけど、カイトさん。じゃあ八神さんたちがそんなの見たら素通りできないね。正解。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳指導、体育教師か。いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長、腹割ってオープンに行こうや。ヤクザスタイル。斉藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。ああ、ほんまそれだ。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか。おう、教えてよ。ええ、もちろんです。めっちゃ腹減ってきた。麻婆豆腐食いたい。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、はい、それでも常に不安なんです。せやろな。果たして十分に防止できているのか。ましてや私立やしな。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。はい、つまり肝心なのは事前の予防です。予防ね。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。あんなちっちゃいのに。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。はいはいはい、これは運命かなと。な、大げさな。小籠包うまそう。けどうちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけ。はいはいはい。で僕らはその証拠を揃えてきた。簡単やな。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。確かに難しいな。ゆえにここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。はい。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。あ、動画撮影。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。やるやん、つくもし。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。はいはいはい。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。OK。 いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。せやな。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。ということは、そこがベテラン探偵の出番というわけ。学園潜入やな。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らない。はいはい。ですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。賢いな。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。任せとけ。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。いや、こちらこそ。どんどんハードル上げられていくね、多忙。そんぐらいじゃないと。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃあ、理事長に何を聞こう。あ、これあれか、別に何でもいいんか。前はあれな、なんか順番があってんけどな。北京ダック頼んでもいいっすか。いじめがあった場合の対処は、はい、わざわざ探偵を雇う理由はオタクの生徒を殴ってしまった鉄拳制裁な。あ、ちょっと一回北京ダック挟んでいい。食いたいし。理事長も好きですかね、北京ダック。ん？ええ、まあよかった、俺も好きなんです。いいね。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね、控えめに言って最高です。いや、俺食ったことないよ。八神氏、遠慮は体に毒ですぞ。追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してくだされ。おい、恥かかせんなよ、タボ。あんまやな。と和んだところで、次は何を話そうか。あんまり面白くなかったな。で、わざわざ探偵を雇う理由は、いじめがあった場合の対処は。あ、対処聞いとくか。もし調べた結果いじめがあったらどうするんですか。ありそうやけどな。もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。はい。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。大変そうよな。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。はいはい。ただでさえ仕事の多い教師たちが、
進んでいじめを見つけ出したいかといえば、まあ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 、できればないに越したことはない。せやな。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ。進んで見つけたくなるぜ。金な。さすがにそういうのはまずいんじゃない。わざと捏造したな。一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。はい、なるほど。絶対あいつはやりそうよな、極戦たち。あの女の子特に、おめえの席ねえから言うてな、絶対憧れてるやろ、ドラマに。で、わざわざ探偵を雇う理由は。理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません？はい。それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。言うてたな。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。はいはいはい。理事長は現場の教師を信用してない。何かそうなった理由でもあるのか。なるほど。おっと、出てきたね。じゃあこれ選ぶか。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないって、そんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。せやな。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに闇があるな。何かあるんですか、この学校。なんと言いますか。焦っとる焦っとる。実はもう4年前になりますが、はい、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自殺。自宅で首を吊って。え、首吊り。それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。おう、いじめの事実は確認されてません。ほんまか。裁判所も同じ判断でした。いじめでしかせんやろ。裁判所。自殺なんか。自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。はい。学校でいじめがあったんじゃないのかと。まあそりゃそうよな。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。はい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 。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか。確かにな。なかったと信じたいです。信じたいだけかい。ただ正直そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。まあせやな、理事長やもんな。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。いや問題だらけやで。みんなまだ幼いものですよ。さっきの極戦たち。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。教育実習生。なんだそりゃ。生徒にいびられたってことか。ああ、やられやすいよ。さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。はい。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後、ご家族の方で捜索願いを出したと言っています。捜索願い。4年前に生徒が自殺、最近は教育実習生が失踪。結構いろいろある学校だな。とにかくそういうわけで。皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。はい。それが私の今回の依頼なんです。任せとけ。 OK。 ちょっとオタクの生徒殴ってしまったことも正直に言うとくか。あの、一応だ。さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日街でオタクの生徒とやり合っちゃってそのことはもう大丈夫ですかね。ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おう、ただこれだけは言っとくぜ。どうした。同じ状況に出くわしたら俺はまた連中を締めっからよ。せやな。遠慮する気はねえ。それしかできひんもんな。相変わらずだね、八神探偵事務所は。はい、じゃあこれで終わりやな。もう仕事の話はよしましょう。お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。はい。そうですね。北京ダック行こうぜ。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。現場か。それはもちろん。学校やな。よし、
じゃあもう食っていいな。いや、お前さっき食ってたよ。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの。気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろう、ね、何やねん、そいつはどうだろうなって。よう、兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここ、そんなに安い店じゃないよな。大丈夫か。ご安心くだされ、やがみし。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。おお、つくもし。マジで太っ腹。あ、じゃあ俺も追加で。ああ、ダック追加で。店員来た。赤いシャツって珍しいの。あ、ケースファイルに情報が追加されました。星稜高校生徒自殺事件の関係者。星稜高校、高校生徒自殺事件の概要説明。はい、なるほどね。教育実習生、実習生、失踪、言いにくい。ケースファイルも読まなあかんな。はい、99か。帰ってきたね。じゃ、作業着気になるわ。いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。はい、お疲れ。先ほどは細かい話も出ましたが、要は星稜高校でいじめの事実を見つければいいのです。はい。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。うん、ええ、数に限りがあるので明日仕掛ける場所を探りましょう。オッケー。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。なるほどね。つなぎでも切ろってのか。横にあるやん。実はもう人数分作業服を用意してありますよ。用意周到やな。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人。はい。なので生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。結構難しいな。分かったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。はい、お疲れ。それもそうですな。つくもしええキャラやな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。ほんで仕事できるな、つくもし。はいはいはい。モニター9枚もつこて何してんの。上6枚つこてあらへんや。真ん中と左と右だけでええやん。さあ、話せる話せる。僕は夜行性ゆえこの時間からが本領発揮なのです。さすが。気にせず八神氏は明日に備えてくだされ。いや、つくもし。寝床はそこのソファーが見た目以上の寝心地ですぞ。いや、出世したね、マジで。寝カフェから転換ったのに。で、会長さん、偉人町も悪くねえな、タボ。せやな。まず何より中華がうめえ。仕事もぶっちゃけガキ相手だ。ああ、極道半グレに比べりゃ楽だわな。まあ楽やわな。オッケーオッケー。じゃあ、あ、杉浦は。あ、杉浦氏、お、なんか飾ってますやん。そんな、なんか捨ててたやん、あんた前これな、最初にパーン捨ててどっか行ったけど、そんな飾るもんやったら大事にしとけよ。お、なんや、ほんで。はあ、あっちゃ、やらかしちゃったよ、僕としたことが。ん？杉浦、どうした？ネットショッピングでさ、同じスケートボード間違えて2つも買っちゃったんだ。え？なんでそんなことに。限定品のボートで、ボードで抽選制だったから落ちると思って2つのサイトで予約したわけ。困ったな。そしたら両方とも当たっちゃって、今日2つ目が届いたってわけ。返品できないのか？それかネットで売っちまうとか。返品は無理みたい。ネットで売るのは考えたよ。プレミア化して倍の価格になってるから。けどさ、おう、シュプリームや。なんだよ、倍で売れるなら余計いいじゃねえか。儲けもんだろ。なんと、いけません。なりませんぞ、このつくもの目が黒いうちは転売だけは許しません、断じて。転売や、厳しいな。まあ、さすがやな、つくもし。おお、どうした、珍しく怒って。はあ、彼アンチ転売ヤーなの。最近レアモノフィギュアの争奪戦に負けた挙句転売ヤーに屈したみたいでさ。ああ、フィギュア買ってこいみたいなあったな。ああ、そんなことが。とあるゲームの限定版を市場価格の3倍で購入しました。転売ヤーに屈したくはないのに買わざるを得ない、このくせしさが分かりますか。はあ、いや、悪い、分かんねえや。てわけで2枚のスケボーの扱いに困ってるんだ。杉浦氏、八神氏に使ってもらってはいかがでしょう。偉人町をあちこち駆け回るには便利でしょうし。あ、そういうこと、コナン式。コナン式移動できんの。え、八神さんに。ああ、それいいかも。八神さん、八神さん、使う。
ネットで売るわけにもいかないし、返品も受け付けてないし、扱いに困ってたんだ。え？ただでいいのか？価値のあるもんなんだろ？そこは出世払いで。けど、でかい案件片付けて報酬が入ったら、パーッとおごってよ。そうか。だったらありがたく使わせてもらうよ。ブルートライバル。なんかあれやな。ちっちゃい子が乗ってる左右で分かれてるスケボーみたいな名前やな。期待してるよ。あ、街で乗り回してもいいけど、歩道は走っちゃダメだから。人のいるところじゃ危ないからね。ああ、分かってる。え、なんや。なんでそう。どうしてん、つくもし。そんな声出んねんでな。つくもくん、どうしたの。どうしたん、つくもし。駅前のエビス屋にラブスタの5周年記念限定カラーのフィギュアが売っているそうなのです。うひひ言うて。ネットの掲示板情報ですが、どうやらデマではなさそうですぞ。これは購入せねば。すでに転売屋にも狙われているようですし。いざ。はあ、ちょ待った、まだ明日の準備があるじゃん。隠しカメラの動作チェックとかさ。しかし、あー急がないと。これを逃したらまた転売屋から購入する羽目に。これ矢神が行くパターンじゃん。はあ、ダメダメ、仕事優先でしょ。ならばジジャッジアイスでもあったな。あー分かった分かった、買ってくりゃいいんだろ。お願いします。転売屋がすでに向かっているようなので、できれば急いで。さあスケボーの出番だ。ああ早速こいつ使えそうだな。お、サイドケース、スケボー探偵 VS 転売屋。お願いしますぞ。お願いします、八神氏。つくも氏のキャラ編おもろいな。まあ前からあんなやつやったけど、ちょっと。お、外出てる。転売屋が掲示板に書き込んだタイミングから察するに、おそらくあと3分ほどで現地に到着するものと思われます。わかった。制限時間ありか。わかった。それより早く着けばいいんだな。よろしくお願いしますぞ。これはフィギュア代2万円です。それじゃあ八神さん、頑張って。歩道はスケボーじゃ入れないから、道順にも気をつけて。おう、わかった。よし行くぞ。道順か。はいはいはい。使用可能な場所で R2 を押し続けることで取り出します。はい。街中ではスケートボード移動中のみコイン型のスケボーポイント。あー、探偵にスケボーで完璧に来ないやな。バツでの加速や丸でのジャンプ。はいはいはい。丸を押し、2段階目のため状態に対応した高さや距離の異なる特殊なジャンプ。結構アクション要素もあるな。まあやってみればわかるか。よし。おほな。R2 押し続けて。あ、ちゃ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 。R2 押し続けて。あ、出した。いいね。で、あ、とりあえず目的地こっちか。加速が×か。はい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 。あ、なるほどなるほど。いいよいいよ。で、これがスケボーポイントね。はい、×で加速。はいはいはい。あ、連打しなあかんのか。で、歩道走られへん言うてたよな。ちょっとジャンプもしたいけど、一回やってみようか。おい、いいよ。おー、すげえ。車道の真ん中、スケボーで走る男、木村拓哉です。いいね。ちょっと待って。道順適当に走ったけど、これでいいんか。とりあえずこっちやな。で、歩道走られへんけど。危ない危ない危ない。こういうのポールぶつかったらあかんさやな。よしよし、いい感じいい感じ。あと2分、まあ大丈夫やろ。3分あれば。オッケーオッケー。車より速い。めちゃめちゃ車庫タンしてんなこいつ。危ない危ない。車にぶつかったらあかんねや。了解了解。ちょっと判定甘かったな今の、ぶつかる判定。お前どっちもあかんねん、どっちもあかんねん。危ない危ない危ない。よしよしよし、ちょっと待って、間に合うかこれ。あ、これ左か。オッケーオッケー。はい、ぐるっと回って、危なで、あ、ここか、視野。よし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 、着いたで。おもろいな、スケボー。あ、エビス屋ね。あの、ラブスタの限定フィギュアがあるって聞いてきたんですけど。ああ、あるよ。プレミア価格で2万円だけど、買う？あ、可愛らしいフィギュア。こんなんが2万円すんの。ええ、それください。毎度。よし、無事ゲットできた。おう、なんや、転売屋か。転売ヤクザで。ちっ、一足遅かったようだな。あんたがつくもが言ってた転売屋？そのフィギュアを置いてけ。俺のしのぎだ。早いもん勝ちだ。やらねえよ。だったら、
無理やり取り上げるまでだ。まったく。おいおい、どんだけ価値があるんだよこのフィギュア。タッチの悪い男、いいね。サイドストーリー名物。はい、流れでな、決めてあげよう。いや、かっこいいよモーションが。いいね。からの、はい、極み膝蹴り。突き網アクションはあんま変わらんっぽいな。はい、叩きつけ、テンバイヤーをぶちのめす。いいよ、流れもちょっと極めていかなあかんな。さ、戻ってきたか。いやー、やがみしい。ちょ、笑いすぎ笑いすぎ。おかげさまでいいものゲットできました。このつくも転売屋に屈せず。ふひひひひひ。なあ、それを狙ってた転売屋が襲いかかってきたけど、よっぽど価値のあるもんなのか。そうですとも。恵比寿屋の店主は知らなかったようですが、これは制作がキャンセルされた幻のデコマス。一般に流通しなかったフィギュアの最初見本なのですな。世界にはこれ含めて2つしかないのつ。おお、にしては安いな。じゃあ2万円で。相当レアだな。ですので市場では30万円前後の価値がついていると言われております。マジで？さ、30万、このフィギュアが。マジかよ。はあ、そりゃ転売屋も必死になるわけだ。うへへ。素晴らしいものは転売屋になどではなく、その良さが分かる人間が手にするべきです。感謝しておりますぞ。杉浦氏がスケボーの転売を思いとどまってくれたおかげで、こうして手にすることができました。ふひひひひ。これで心置きなく仕事の準備に専念できます。清涼高校のミッションも必ずや成功することでしょう。はい、サイドケースクリア。いいね。いや、クリア音もいいね。今日はもう休むか。スケボー疲れたしな。オッケー。じゃあここで休めんねんな。ソファーで。ソファーでしか寝やんな、キムタク。はい、おはよう。高校潜入やな。矢上氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。ありがとう。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ。はいはい、いつものな。サイズはバッチリのはずです。矢上氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。キモいな、それちょっと。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。必殺仕事人やからな。オッケー、変装な。はいはいはい、いつものやつや。勝手に動かしてくれるね。はいはい、作業服にカーソル合わせてバツで変装。いいね、いつもの作業服や。お、伊勢崎ロード、マジでリアルやな。おいおいおい、カムロ町ヒルズ向かう時やんけそれ。龍が如くでいつもある。ほんで全員来とるんかい。逆に怪しいやろ、こんな4人が正々堂々真ん中歩いて。なんだあいつら。そうなるよな。何カッコつけてんだ、妙な感動出して。ラストの舞台に行くときは。声はこちらからタクシーで参りましょう。オッケー。おのおの方よろしいですかな。よろしいよ。今回の依頼はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。はい、絶対に成功させましょう。オッケー、任せとけ。来る依頼に重いも軽いもね。おお、ええこと言うやん。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだ。急に野球で例えんの。ああ、多忙だね。じゃあ早速行ってみようか。杉浦君、作業服似合わんな。オッケー、清涼高校に向かう。まあ、確かにな、おかしいよな。なんかもうちょい道具持っててもええのにな。じゃあ怪しすぎるわ。オッケー、じゃあ行こう、清涼高校。はい、初乗り500円な。あ、これやな、清涼高校。どこにあんねん。あ、左の奥か。あー、確かにこの辺あんま知らんな。オッケー。はい、それでは出発いたします。安全運転で頼むわ。清涼高等学校。な、海の近くの学校、割と立派なとこやな。はいはい、さすが私立高校。なんか玄関ダサいな。
空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。はい。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。なあ、私立の進学校だからね。あ、進学校か。今は休み時間か。キャーキャーやろな、女の子勤務宅なんか来たら。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。はい。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。わ、いいな学校、久々やわ。靴箱とかあったな。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。はい。教室棟にあれが体育館ですな。体育館。おお、ええね。用意してる小型カメラはいくつあるんだ。20台です。20台。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。多いな。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。そうか。でも2人組ならそうでもなくなる。はいはいはい。さすが八神氏。こんな話を聞いたことがありますよ。だよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。詐欺師言うな。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。ああ、そうなんや。つまり僕も八神氏の案に賛成です。周りくどい言い方すな。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん流した。スクモと杉浦で10台ずつ手分けだな。10台か。カメラってのはこちらです。お、つくも市特製か。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。はい、なるほどね。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。どんな場所やねん。先行の死角になるようなところってことだよな。はいはいはい。任せとけ。俺はその辺鼻が利く。ああ、鼻利きそうやわ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。褒めてへんね。よし、ほんじゃま。いろいろ見て回ろうか。扱い慣れてんな。そうだな。俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。了解。スクモ氏も外出れるようになってええ感じやな。オッケー。よう。俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。10台もやろ。仕掛ける場所は慎重にね。あ、自由な。はいはい、コーナーにカメラを仕掛ける。まずは中入ろうか。